はいどうもこんにちはクレインです。というわけで今回はついに発売まであと2日と迫ったプロスピ2019、こちらについての動画なんですが、昨日ですね7月15日に開催されたプレイステーション祭り、こちらにですねプロスピ2019が出展されておりまして、こちらの先行試遊をさせていただきました。まあ、先行試遊というところなのでなかなか限られた時間でしかね、プレイすることはできなかったんですけれども、まあその中で、プレイした感想をいろいろとお話ししていきたいと思います。はい、ということでございまして、もう早速ね、いろいろとお話をしていきたいと思うんですが、まず一つ目。まあもうここは皆さん一番気になるところだと思うんですが、グラフィック面ですね。はい。いやもうこれは本当にもはや別次元。とにかくグラフィックがすごいということでですね。まあ今回体験させていただいたのは PS4 版だったと思います。まあプロだったかちょっと無印だったかっていうところは確認できなかったんですけれども、ビータ版ではなくプレイステーション4版を、体験させていただきました。まあやっぱりグラフィックっていうところはね、なんだかんだやっぱり一番の注目ポイントに、今回なっていると思うんですけれども、まあやっぱりリアルさ、綺麗さっていう点ではですね、プレイステーション3の2015までの、プロスピのものとは段違いにですねクオリティが上がっているように感じました。まあ当然といえば当然なんですけども、やっぱりプレイステーション3とプレイステーション4だとそもそもの本体のね、性能とか、グラフィックの面が全然違うので、まあその点しっかりプレイステーション4になって、このプロスピ自体も進化しているなという印象を受けました。まあ4年ぶりの新作、そしてプレイステーション4では初のねプロスピというところで、かなりね期待度も高まっているところだと思うんですけれども、間違いなくこれはね、その期待を超える凄さになっているんじゃないかなというふうに思いました。なのでまあこの点は非常に、1プレイヤーとしても非常にワクワクしましたし、まあ単純に、安心したかなという部分でございました。続きまして2つ目、打者のフォロースルーについてなんですけれども、まあこれはですね結構選手プレイ動画等々でね批判コメントというか、あんまり変わってねえなみたいな、ネガティブコメント非常に多かったポイントかなというふうに思うんですけれども、まあ実際にプレイしてみてですね、想像以上に固有フォーム多かった印象を受けました。まあ今回使った選手が結構主力選手だったっていうところというか、まあそもそもそのベンチ枠の選手はあんまり使えなかったので、まあ、主力選手スタメンの選手とかに関してはほぼ固有だったなという印象を受けました。まあ、あとはですねアプリ版もそうなんですけれども、打者のフォロースルーっていうところは結構アップデートでね、細かく対応してくれていると思いますので、まあ据え置きに関してもそんな感じで、細かなアップデートが入ってくれると、今後ねかなり楽しめるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、結構他の使用された方のツイート見ても打者のフォロースルー良くなったっていう印象をね、受けてた方いらっしゃいましたので、うん、まあ、ここは、確かなものなんじゃないかなというふうに思います。で続きまして3つ目、ここもねかなり気になる方多いと思います。僕のコメントでもねかなり多かったところで、オンライン対戦モードのアクションプレイ版ですね。はい、まあ、これが搭載されているのかというところなんですけれども、こちらしっかり搭載されておりました。まあ、今回プレイできたのはコム対戦のみで、このオンライン対戦というところはね、入ることができなかったんですけれども、まあ、メインメニューにオンライン対戦モードという表記がねあることをしっかり確認してきました。でまあオンラインで言うとね、すでに発表されているドリームリーグというモードもあるんですけれども、それとは全く別の形でありましたので、まあ、アクションプレイ版のオンラインっていうところでほぼ間違いないかなというふうに思います。で Twitter ではね6イニング制の操作での対戦っていう感じのね情報も出ていたので、まあその辺実際どうなるのかなというふうには思うんですが、まあここは発売されてリリースされてからしっかり見ていきたいなと思います。うん、まあこのオンライン対戦もね、過去シリーズももちろんありましたし、パワープロ2018とか2019っていうところでもまあ搭載されているので、ないことはないだろうというふうには思っていたんですが、なかなか公式さんの方でね特に取り上げられていなかったので、まあちょっと心配される声も上がっていたんですが、しっかりオンライン対戦モードはあるというところをお伝えしていきたいなと思います。でここで合わせてちょっとね、質問に回答していきたいと思うんですけども、プレイステーションプラス加入した方がいいですかっていう質問をね結構コメント欄でいただいておりました。まあ正直これも製品版をしっかり見てみないと、どこまでが加入なしでもできて、どこからが加入必要なのかっていうところは正直わかんないんですけれども、過去シリーズで言いますと、オンラインがやりたいなら基本的には加入が必須になります。で逆にオンラインを無視して、例えばペナントレースとかスタープレイヤーとか、あとは普通のコム対戦とか、まあそういったところをね、やりたいと、そこを重視したいという方に関してはなくてもいいのかなというふうには思っています。であとはですね、無料のアップデート、選手の能力だったり、あとは選手の追加というところのアップデートに関しては、このプレイステーションプラスは加入しなくても、過去作に関してはできていたと思いますので、まあ、そこだけできればいいなというふうに思っている方に関しては、まあ、加入は必要ないかなというふうには思うんですが、まあ余裕があればね、加入した方が基本的に楽しめることも多いと思うので、まあ、ぜひここは加入をお勧めしたいかなというふうには思います。ただまあそんなにね安い金額でもないんですよね。うん、まあなのでそこはちょっと検討していただけるといいのかなと思います。で次は4つ目、ここは結構試合の中身の部分ですね。倍速システムについてというところなんですけれども、まあこれはねちょっと選手プレイ動画の中でも一部ねこれが取り上げられてた動画もあったんですけれども、今までって基本的にはこのプロスピの据え置きシリーズは、まあ守備とか走塁の部分って等倍速というか、まあ通常の速度で、まあ人によってはテンポが悪いなと感じられたりとか、まあ、あとは結構操作の部分でね、まあ打者だけ操作したいという方とかにとってはかなり時間がかかる、まあ、テンポ感の部分ではちょっと微妙だったというところを感じた方もいるのかなというふうに思うんですけれども、今作からね走塁と守備ともに大
オート設定の場合に選択が可能になっているっぽいです。で、まあ、この倍速システム僕もちょっとだけ使ったんですけれども、アプリ版のようにですね、打撃とか投球のみだけをプレイしたいという場合にはいい設定かなというふうに思いました。ただまあ4倍速がね、選んだ時にかなりスピード感があって、なんかちょっとこれはリアルさに逆に欠けるなというふうにも思ったので、まあその辺は人それぞれ好みに、寄ってくるのかなというふうには思います。ただスタープレイヤーとかでね、打者操作だけしたいとか、っていうパターンでは結構まあサクサクと回せるので、まあ、その点ではいいのかなというふうに思いましたと。まあこの辺もね、ちょっとなかなか言葉だけだとイメージしづらいと思いますので、まあここに関しても製品版がねリリースされてから僕の方の配信でもいろいろと取り上げていきたいと思います。で最後5つ目、ここちょっと内容盛りだくさんなんですが、設定がいろいろパワーアップというところで、まあ、今回対戦モードだけしかね CU の方ではできなかったんですけれども、まあ、設定の部分はいろいろといじらせていただきました。でまず一つカメラ設定なんですけれども、新角度の俯瞰というものが登場いたしました。まあ、これちょっと今イメージ図多分出てると思うんですけど、マウンド後方からの見下ろしみたいな感じの映像ですね。これですね、公式サイトの開発魂のページから出ていたものなんですけれども、まあ、実際にこれをやってみてですね、操作感は難しいけど映像の迫力は非常にいいなというふうに思いました。まあ、イメージ的には MLB メジャーリーグの中継みたいな感じに、ちょっと近くなるイメージかなというふうに思います。あとはこのカメラ設定とはちょっと違うんですが、 HDRTV ハイダイナミックレンジ対応テレビで、プレイする場合は発売日のアップデートでさらにクオリティアップするというような情報がね同じく開発魂から出ていて、でこれによってナイトゲームでのスコアボードの発光感っていうところが増すらしいです。まあこの HDRTV を持ってる方がどれぐらいいるのかっていうところは正直僕もわかんないんですけど、まあちょっとここは試せるなら試してみてほしいかなというふうに思います。で続いて打球音ですね。まあ、今回打球音がいろいろとリニューアルされましたよなんていうところもねピックアップされて、公式の方で出ていたと思うんですけれども、打球音の設定が1から4の4つを選べる設定になってました。多分今までって打球音を選べる形ではなかったと思うんですけれども、まあ、今まで以上に好みな設定を選べるようになったのかなというふうに思います。まあ、この辺もぜひね、聞き分けていただけるといいのかなというふうに思います。であとはここも今回注目ポイントになっていた新解説ですね。はい、赤星さんと里崎さんが、追加になったというところだったんですけれども、今回僕がプレイした時に赤星さんと西さんのね、組み合わせで、プレイをしたので、里崎さんに関してはちょっとごめんなさい分からなかったんですけれども、赤星さんの解説に関しては、僕がですねちょっとあえて盗塁をね、この線で仕掛けたんですけど、そこで成功した時に実況に食い気味でナイススチールみたいな感じでですね、結構リアルな、試合の解説みたいな感じで、反応していってもらえたのが非常に印象的だったなというふうに思っています。まあなんかその辺はね結構赤星さんに関しては盗塁ランナー目線でいろいろとお話をしてくれるのかなというふうに思いますし、まあ、逆に里崎さんに関してはキャッチャー目線のね話もなんかもいろいろ聞けるのかななんていう想像を膨らましているんですが、まあ、ここもちょっと製品版が楽しみになったポイントかなというふうに思いますね。で続いて一部球場音が現実のものにというところで、ここもまあ公式さんの方でリリースも出ていたと思うんですけれども、今作からですね実際に現実の試合でも使われているような音声が一部使われているというところでございます。まあこれもすごいことですよね、普通に考えて。まあ現地になかなか行かないという方にとってはあんまりリアルさわかんないのかなというふうには思うんですけど、まあ結構現地でねシーズン通して何回も試合を見ているという方にとってはこの辺は非常に嬉しい追加になるのかなというふうに思っています。で今回の最後注目ポイントの一つでもある安明ジャンプがついに実装ということで、まあこちらもね、開発魂の方で出ていたので知っているよという方も多いと思うんですけれども、こちらですね今回山崎選手僕もね、使って登場させてみたんですけど、初回に登板させた時にね発動するのかなというふうにちょっと検証してみたんですけど、初回に登板させてもしっかりね、ジャンプしてました。はい、ただまあちょっとですね残念なところとしてはやっぱり BGM はね、使えないっぽかったので、まあなんとなく雰囲気で安明ジャンプっていうのが分かるような感じになっていたかなというふうに思います。はい、ということでございまして、まあ15分という限られた時間の中で、周遊してきた中での感想はこれくらいかなというふうに思います。まあ今回はねあくまで対戦モードでしか、できてなくて、新モード含めそれ以外のモードはね、プレイできていないので、まあそれに関しては発売されてから、完全初見プレイで配信していきたいと思いますので、ぜひそちらの動画配信もねご注目していただければと思います。はい、ということでございまして、今回は昨日参加してきましたプロスピ2019試遊会に関しての動画でございました。でですねちょっとここで予告をさせていただきたいと思うんですが、明日7月17日水曜日の夜23時からですね、はい、プロスピ2019の発売日最速プレイ生放送というのをやっていきたいと思います。まあ、プレイをできるのは7月の18日木曜日0時00分からというところなんですけれども、まあその1時間前からちょっと待機生放送みたいな感じで、やっていければいいかなというふうに思っています。まあもしかしたらその1時間
時間の中でちょっと2015をね、ラストプレイというか、まあ、ちょっと過去作なんかもやっていきたいなというふうには思っています。まあ、内容に関してはちょっとどうなるか考えているところでありますが、ぜひぜひねこちらの生放送もチェックしていただければと思います。はい、ということでございまして今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの動画でプロスピ2019もっと楽しみになった、プロスピ2019の動画も楽しみだという方はぜひぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。